体重65キロです。よろしくお願いします。髪の毛、クリーム色、ウルフカットです。前髪、目がかかるぐらい、襟足、肩ぐらいです。お、破滅。あ、違う。なんだあの、あ、おおい、ジジイ見とるぞ。あ、もう終わった。やられた。やられた。やっぱ若い子の言うこと聞かなあかん。やっぱり若い子の言うこと聞かな。でこれ壊していい俺。壊していいこれ。なんかねこれ俺デボな気がするんだよな。これやっちゃっていいですかこれ。やっちゃっていいですかこれ。いきます。オッケー。デボブル。俺もね結構貯められてるよな。これ気づいてないけどあれ。おお一応俺になったんだけど排除してくれよ。積みよう積みよう。俺しのいだらでかいな。でもぶっちゃけオッケー。そこで一歩下がるんだったらもう一周行ってしないから、これをプランを私は組んでいる。あーっと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 しないか。レッツ、いや待って、ゴー、こっち行こう。いや二窓なんだ。あ、オッケー、壊してろ。やったぜこれ、やったぜ。これは離れるな。よしよし、これ耐えたのでかいぞ。まあ今日板使ったけど言うても5スペだから全然オッケー。ビルジー何歳ですか。ビルジー67歳です。ナイス、もう1台ゴスペ珍しいね。でもポールターだとまず戦えそう。ゴスペは発電機の手止めたらヤバそう。もう回復しないで回そうとしとる。ナイスチェイスでマジで。いやクローレット泣いてすぎるな。ただこういうの板はなくなりそう。で上段ワンチャンボイルオーバー。なんか上で固めようとしてそうだな。あんだけ上を追うってことは多分上でなんかしたいんだろうな。負けるかなこれ。地雷爆破入ってるから。地雷爆破はね煙が出るんで、俺が地雷ばっか入れたみたいになるから結構いい感じやね。これ隙間スイッチして、でこの弱いところにあえて持っていきます。まあ殴ってくるんだったらゲージリセットだし、殴らないんだったらまあまだ耐えれます。さあこれ戻りますね。ここ餅つきさせとこう。でその間にガンガン回そう。ここか一番やばいのはここにみんな群がるのが一番やばくて、そうならんかったら大丈夫。あれスミス、スミスダンゴムシ探してるな。電力システムか、違うんか。あトーテム壊してるけどそれ大丈夫か。本当に壊してユウ、本当にさユウ、危ない危ない危ない。ちょそれ本当に壊して、危ない怖いな。霊障だったら、まあ、あれ最初のあれ終わったからな。よっしゃオッケー。これ俺凝視めっちゃうまいんで凝視でどんどん解除してますよ。これ下まで持っていこう。これ多分ねワンパン俺にしたいはずだからワンパン狙ってるよね。これを今この動き本気呼んでるから、これもあえてワンパンを得らせる。っていうか俺がストーカーしますこれずっと。オーストベースでここの発電機を交代させるのは他の発電機は回るから、俺の動きはこれがいいし、一番やられたくないサバイバーにやられてるから。俺ゼロ追だからね、一番やられたくないんですよ俺に。これで僕がこの担当しますずっと。
ワンパン貯めてる、ワンパン貯めてる。ワンパンしたいんだな、これ近くで。じゃあ殴ってくださいよ。ありがとうございます。じゃあこれでゲージゼロですね、俺の。でこれ貯めた意味がなくなるんで、これいい感じで、もう一回セルフして、で隠れセルフするか。一応これめっちゃうざいんでね、これやられた。で固有行った時にスミスが行くよね。それナイス。いや、まあ俺がスミスの交代で行きましょう。ナイス、救助行ってる。こっち側ね、追いたくないんで、これ追えないんですよね。こっち追っちゃうと通電するから。で俺ゲージリセット入ってるから、もう強気に行きます。時間稼ごう。でこれまた蹴るんで、で負傷した俺はね来ないと思ってるから、おーラッキー。そうそう、刺しに来るか。刺しに来た、刺しに来た。でももう俺はいない。で待って、ちょっと待って、デブはだったら2つ壊れてるけど、もう壊さなくてよくない？トーテム。いや怖い。霊障じゃないからいいけど、これめっちゃ怖いな。これガング、もしかして。これガングかもしれん。ガング、でもペンティメントあるんかな。ペンティメント入れに行ったらこれがつくから、入れに行けないのかな今。でね、次はねちょっとね変わったムーブしましょう。次寸止めで動きもあります。で僕多分ヘイト高いんで、まあ殺しに来るなら殺しに来るで全然 OK。これ寸止め、またこれゲージゼロになるんで、もう一回いきます。でこのヘイト役が一人いると、あ来た来た来た、これねもう諦めてくるんで、これチャンス、ね、これ大チャンスです。こうなった時はもう通電かな。でもこれ大チャンス、大チャンスです。これ今サバ応用使って、あこれ板あったよね、あっち。あいいか、こっちで。ああだってまやかしなんだけど、それは聞いてねえ。やべえ、まやかしだ、終わった。まやかしは聞いてねえな。あラッキー、懐決まった。まやかしはちょっと聞いてないな、さすがにな。まああとはもう馬倒していけそう。っていうか前倒しして、でナイス。ちょっとまやかしは聞いてないよ。やばい、ワンパンになったあの人。どのくらい使えなくなる。まあアドオン何つけてるかによるけど、まあ大体12秒ぐらいじゃなかったっけな。ごめん、デタラメ言ったらごめん。でも多分それぐらいだと思う。リンのフェーズウォークと一緒ぐらいだと思う、つけてても。ゴスフェはまあゲージ寸止め作って不意打ちでワンパン狙うぐらいかな。とりあえずやるんだったら、じゃないと一生回復されちゃうから。もう地下の下いるな。おい解放、やばすぎ。うわ挟もう、ナイス、挟もう挟もう、これオッケー。で多分俺のこと多分殺しに来るから、次ガングだねこれ。離れて、あ待って、これいやあっちってんだ、これここの解放やばいな。でもこれ断しそうだな。フローレットの壁とビルジーの壁でなんとか、おいナイス、ビルジーの壁入った、なんとかいけるか。わおナイス、解放やばいね。ここで解放なかなか読めないもんな。てか読んだとしても無理よな、解放やばいな。しかもみんなが寄ったタイミングで使ったから、
タバーも折ったし。あ、もうそもそもついてなかったっぽいな。でしょうわ。